ワド監督アットステゴロさん選手さん、ステゴロさんロードワーク13日目ワド監督のツイキャス生放送ステゴロさん出場選手です URL。 今日何日だっけ、2019年の今日何日だ、2019年の1月の18かな、今日18で合ってる。猫の目さん18や18か、今日は1月の18日昼間の10時12分です。ロードワーク行きます。今日は13日目のロードワークです。キリトアットドラマルさん2019年1月19日、ありがとうキリトさん、走りましょう。キリトアットドラマルさん午前10時12分、ありがとうキリトさん、走ろうか今日も。ボン2つの赤い簡単譜さん、ワドツー、はいワドツー、よろしく。みゆりんさんおはようございます。はいみゆりん、おはよう。今日18か、え今日19じゃん、ワドツーブスップ今日19だ、ごめんごめん皆さんごめんなさい、今日は19日です、土曜日。さん、ワドツです。おはようございます。おはようございます。おはようございます。いきますか。猫の目さん、19だ。19だね。おお、お茶箱ありがとう、みんな。お茶箱ありがとう。ありがとうございます。おはよう。コンティニューコインありがとう。コンティニューコイン50枚目安でストックで、それ以外はお茶箱でお願いします。じゃあいきますか。日課のロードワークですね。マリルボーンお茶ありがとね。じゃあタイムキーパーみんなでね、ボン一人じゃなくて全員でやってくださいね。手空いてる人は1分経過2分経過ってみんなで書いて応援して、手空いてる人だけでいいからさ、一人のリスナーさんにこうやらないで、手空いてる人は積極的に参加して、俺も頑張るから、みんなもコメントで応援して。今日ゴミの日だ。じゃあ10分から走り始めようか。いつも通り。猫の目さん、和道頑張れ力こぶ。039039力こぶ。みんなよろしくね、タイムキーパー。コメントもおすすめ欄に載る応援になるから、コメント書いてくれることも応援なんだよ。レベル50目指して頑張ろう。まだ俺レベル28かな。俺のツイキャスのレベルって何なんだろう。みんなに早くレベル50になってくれって言われてる。レベルいくつだ俺。金魚姫さん、レベル28だよ。レベル28か。本2つの赤い簡単譜さん、別作業中だから誰かタイムキーパーお願いします。タイムキーパー頼むね。10分から走り始めて1分経過2分経過って書くだけ。うわあったけえな。あ、今日ちょっと筋肉硬いな。みゆりんさん、車運転しちゃいます。頑張ってください、力こぶ。はーい。あのね、じゃないとね、走ってる時ね、コメントが読めないんだよ。目が小さくて、メガネかけてないから。だからね、コメント欄で教えてもらうのが一番助かるの。1分経過とか。コメントの文字大きいから、時間のねところがね、走ってると揺れてるし目悪いから見えないんだよね。
だから頼むね。じゃないとね、タイムの調整ができなくて、どのペースで走ったらいいか分かんなくなっちゃうの。誰かやってくれる人いる？できる人いる？タイムキーパー。私タイムキーパーで基品で5年後を抱きしているかを1分刻み で、できれば複数人やってもらえたら、そう、忙しい人とかが抜けてもさ、1回だけ抜けても大丈夫だから、できればねやってほしいんだよね。そう、誰もねいない日とかもあったんだけど、そうするとタイムがグダグダになるの。何分だか分かんなくなっちゃう。分刻み。できればね、前半私やるよとか、後半私やるよとかだと助かるんだけど。3分後に走ります。さあ今日は30分切るぞ。3日連続30分切るっていうのが目標だからね、気合い入れとこう。3日連続30分切れたらかっこいいよね。5キロ30分、信号待ち込みで30分だから、なかなかいいタイムじゃないでしょうか。今日誰もやってくれなそう。ダメかな。協力してくれるリスナーさんいない？金魚姫さん、やるよ。やってくれる？金魚姫。助かるよ、ありがとう。サンキュー。今日休み？金魚姫。あと1分後に走ります。信号待ちの時間とかもバンバンカウントしちゃっていいから。金魚姫さん休みだよ。11分で1分経過、12分で2分経過ってシンプル。すごく10分から走り始めるからお願いね。じゃあ今日は金魚姫タイムキーパーよろしくお願いします。金魚姫さん了解です。お願いします。じゃあ30秒後スタートです。気合い入れていきましょう。
Thank you.
ツの赤い看板に、さん、あとし、未来の民間の会のタイムキーパーあったりで見かけた。折り返しです。ありがとう。ヒロさん、おすすめの上の方にないからどこにいるか見つけるの毎回苦労する。
ちょっと飛ばします。金魚姫さん23分経過、残り7分。
金魚姫お疲れ、ありがとう。28分30秒お疲れ、金魚姫ありがとう。お疲れ様です、ありがとうございます。今日のタイムキーパーは金魚姫さんでした。ありがとうございます、助かりました。1分間丁寧に測ってくれて本当にありがとう。金魚姫忙しいのにありがとうね。28分30秒記録更新です。お疲れ、ありがとうございます。ありがとうございました。悪くないね、悪くないね、悪くないね、悪くない。金魚姫ありがとうね、ありがとう。タイムキーパー助かりました、本当にありがとう。お疲れ。28分30秒で合ってるよね、大丈夫だよね。お疲れ様でした。ピカピカ、はあはあ、今日のロードワーク終わりです。汗がすごい。金魚姫さん28分30秒。 OK、 お疲れお疲れ、本当にコインありがとう、アイテムありがとうね。本当にコインありがとう、ありがとう。疲れたね。シャワー浴びて飯だな。よかった、でも3日間連続ね30分切れたんで、やっぱ継続は力なりっすね。よかったよかった。今日は信号も1回ぐらいしか捕まんなかったからね、長いやつは。よかった、すごい。いや疲れた。続けると速くなるね。毎回全力でやってるんだけど、最初50分かかってたもんね。だいぶ速くなったね。
そうだね、息も上がんなくなったけど、でもね、やっぱ走ってて、ね、呼吸が深く入らないんだよね。途中3分ぐらいは持つんだけど、やっぱ4分目あたりから苦しくなるかな。まだ心肺機能は上がってない。心臓はそんな痛くなんなくなったけど、肺だね、呼吸が深く入らないね。眩しい。さあ、ご飯何食べようかな。シャワー浴びて飯食おう。
くもモンさん、ワドさん、おはようから。おはよう。くもモンさん、こんにちは。30分切ったんですね。そうだね、3日連続30分切ってるね。今日ベストタイムかな、28分30秒だね、ベスト。だいたい2キロは7分くらいで走ってんのか。そうだね、2キロ10分ぐらいかな。2キロ10分か、結構速くなってると思うね。だいたい、マラソンランナー25分で走るんだって。だから信号込みで合わせたら27分ぐらいで走ったら、まあ普通のランナーと一緒、大会の平均速度と一緒だから、まあだいぶ近くなってきてるんだ。普通にランナーと同じぐらいの速度に、もうあと1分半締めたらランナーだね , 笑うよね。大会はだいたい5キロ25分なんだって。超ウケるよね。熱い。タイマーやっつーさん、タバコ吸っててそのタイムはすごい。おう、くもモンさん、ワドランナー WW。 笑うよね、ランナー。いや別に走るの速くなるのが目的じゃないかんね。マリルボーンさん、マラソン大会出れるな。ハーフ、うん、に、まあ5キロ。ノリコ P さん、すごい速い。いや結構速いよ。時速何キロだろう。計算してみればなんか時速計算表とかあるから、アプリとかサイトとかで、あの5キロ割る、あの今やってみようか。ちょっと待って、5キロ割る、なんだ、28分30秒でやってみようか。平均値見てみる。時速計。くもモンさん、もともとワドさん歩くの早いから足腰は丈夫そう。あ、ネットが止まった。うわ、ネットが止まった。あ、ついてた。よかった。やっつーさん、なんだって。大丈夫だった。走行距離が5キロ。5キロって何メートル ?5000 メートル?おう、めんどくせえなこれ、このサイト使いづらい。大丈夫だね、ちょっと待ってね。速度、何分だっけ。28分30秒だよね。28分30秒、距離が 5km 計算。
時速10キロで走ってるね。時速10キロだって。10.5 キロだって。結構速いでしょ。時速10キロ。クモモンさん、速い。駅4駅ぐらい。駅4駅ぐらいをバーって走ってるから。まあまあ結構飛ばしてる方だと思うよ。しかも坂道とかめちゃめちゃある道だから。悪くないと思う、そんなに。体調が良ければね、これくらいのペースでいけるね。よいしょ。じゃあ皆さんありがとうございました。今日も放送終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。もしね、よろしければ3点セット、ツイッターのフォローと、ツイキャスの通知登録とやっていただけると、僕の放送見やすくなりますので、ぜひフォローよろしくお願いします。お疲れ様でした。Facebook とか LINE とか、いろいろなアカウントをやってます。Facebook、Instagram、ふわっち、YouTube、ワド監督で検索すると僕のアカウントいっぱい出てくるんで、なんか好きな SNS をフォローしていただけると嬉しいです。それでは皆さんお疲れ様。ありがとう。あー、お茶箱ありがとう。やっちゅうさんお茶箱ありがとう。ありがとうございます。活動費にさせていただきます。ありがとう。あざまーす。じゃあ皆さんお疲れ様でーす。また見てねー。ありがとう。今日のね、タイムキーパーは金魚姫さんでした。おつでーす。